シャンソンソとと言いますとね私たちの年代だと当たり前であ音楽のねあるジャンルなんですけれどもね若い方はねシャンソンというのはフランスのね歌だということもご存じないしシャンソンという言葉も聞いたことがないしねまた歌い手やねその歌をご存知ないって無理もないと思いますけどぜひこれを機会にねちょっとシャンソンというものはどういうもんだか。 あ、聞いてごらんになったら意外とね、ハマっちゃうかもしれませんよ。って聞いていただければね、あったかーい。今あ何か、あの、熊虫っていうね、なんかお笑いの人がね、あったかーいっていうのを流行らせてるそうでございますけどまさにあったかーい歌なのでございますよ。ヴィエヴァルス・アベ・パパ。パパと踊ろうよという歌でございます。で、小さなお子さんがね、 あの、笑い声で参加して出てくるんです。これがまたとっても可愛いんですよね。そしてまたね、これを歌ってるね、あの、パパの役の男の人はね、本当に深みのあるね、温かい男らしいね。うん。まあ、顔もイケメンだったんですよ。アンドレ・クラボーっていう、えー、こういう歌い手さんでね、本当にね、あの、深い声なんですけれどもね。で、 1930年代からね、歌手として活躍して、古き良き時代の一番いい時代で、えー、長い間あ歌いたとして人気をね、持続した方でね、甘い声あ甘い、甘い、甘い、甘いって言うんですよ。深くてね、本当に包容力のある歌声ですね。そして、顔もね、なかなか、はい、イケメンでね、で、若者たちからね、人気があったんですけども、 マダムたちにもね、大変な人気があったんですよね。それで、マダムたちから何て呼ばれてからるっ,って、あの、フランス、つまり王子、王子様と言われるふうに、まあ、ニックネームでね、日本でも流行りましたよね。えー、ハニカミ王子だとかね、あの、ハンカチ王子だとか、ハ、ま、チ、あ、王子とはちょっと違う王子様ですけれども。で、表現力はね、 もう本当に暖かくて、これはハートから出てくるものですね、にじみで。だからこの人はハートがとってもね、愛情深い人だったと思うんですよ。声だけはね、嘘がつけませんからね。うん、シャンソン・ド・シャルムというジャンルで、シャンソンもね、いろんなジャンルがございましてね、シャンソン・ド・リアリスト、現実派のシャンソン、で、シャンソン・ド・ファンタジスト、これはお芝居と歌とか一緒になった。 一人ミュージカルのようなね、歌。で、このシャンソン・ド・シャルムっていうのは魅惑的なシャンソン。シャルムというのはチャーミングっていう意味ですね。あの、声や何か、まあ、歌自身がね、人の気持ちをね、ロマンティックにうっとりさせるような、で、あかくするような、そういうふうな内容のジャンルのシャンソンがシャンソン・ド・シャルムというんです。それの代表格の 男の方でした。で、この曲の聴きどころはね、あの、不死家庭じゃないですけどね、パパとね、子供の歌なんですよね。まあ、子供の声っていうのはね、まあ、高い声で、キけキュキュキュキキキキキって、だって、あれよ、子供のね、笑い声というのは子供の泣き声、喋る声、これはね、エネルギーの発散なんでね、病人の多いうちとか、ひっそりしたね、暗いうちはね、 近所のお子さんでも何でもね、あそれこそ、あの、来てもらってお菓子でっつってね、五六人家の中を走り回らせるとね、エネルギーが充満してね、縁起が良くなるんですよ。ですから子供の声がうるさいとか言ってる人はね、もったいないことをしてるんですよ。で、このレコードの中でもね、子供がね、笑い声としてね、参加してます。で、親子の情愛っていうのが、 本当に微笑ましく伝わってくる歌でございます。ですから子供さんにも聞いてほしいですね。